ボリス・エリツィン、ボリス・ニコライビーチ・エリツィン、1931年2月1日から2007年4月23日は、ロシア連邦の政治家で、同国の初代大統領、在任、1991年から1999年である、ロシア連邦閣僚会議議長、首相も歴任した。大統領在任中に、ソ連8月クーデターに対する抵抗を呼びかけ、 ロシア連邦の民主化を主導した評価とともに、急速な市場を経済移行に伴う、市民生活の困窮、ロシアの国際的地位の低下、チェチェン紛争の泥沼化、強権、遠古政治への批判もあった。ソビエト連邦内ロシア共和国、ブトカチク村、あるいはバスマノフスコへ村生まれ、家計は、ウラル地方の独立農民、父は、 不能撲滅運動で無実の罪を着せられ、収容所生活を送った。自伝によれば、エリツィンは、共産主義を取ったソビエト連邦時代において、幼年期に、ロシア正教会で、キリスト教の幼児洗礼を受けたという、第二次世界大戦中に、武器庫から盗んだ、手榴弾を分解している最中に、手榴弾が爆発し、左手の親指と人差し指が失われた。ベレズニキにある、 プーシキン高校を卒業。1955年にスベルドロフスクのウラル工科大学建築科を卒業する。その後、1968年までスベルドロフスク州にある建設企業に勤めた。1961年ソビエト連邦共産党に入党する。1968年に党の活動に先住し、1976年に スベルドロフスク州党第一初期に就任する。なお、1977年には党の指示により、ニコライ二世一家殺害現場の一派チェフ官を取り壊している。スベルドロフスク州での働きぶりをレオニードブレジネフに評価され、1981年に党中央委員となる。ミハイル・ゴルバチョフの初期長就任後、1985年に、 党政治局員候補権中央委員会初期に就任。ブレジネフ派の大物であるビクトル・グリシンがモスクワ市の党第一初期を解任されると、1985年12月に公認のモスクワ市の党第一初期に就任した。ゴルバチョフの下では改革派として行動したが、ゴルバチョフ政権におけるペレストロイカの遅れを強く非難したため、他の政治局員からのエリツィに対する批判は、 ゴルバチョフを驚かせるほどいいものとなる。1987年にブレジネフ派の大物、エゴール・リガチョフを公然と非難したため、そのリガチョフと対立し、モスクワ市の党第一書記を解任された。さらに1988年2月には、政治局員候補からも解任される。しかし、1989年3月の人民、大議員大会選挙に、 モスクワ選挙区から出馬して当選して、政界復帰、急進改革派の地域管大議員グループに属し、民主綱領派のリーダーとなる。翌年の1990年5月に、ロシア共和国の議長、実質大統領に就任。同年7月13日には、ソ連共産党を離党した。 1991年6月12日に行われたロシア共和国大統領選挙では57.3%の得票率を獲得して当選し、同年7月にロシア共和国大統領に就任。同年8月にソ連副大統領ゲンナジー・ヤナーエフを擁立する保守派が起こしたソ連8月クーデターの際には戦車の上からロシア国民に対しゼネストを呼びかけるなど、 徹底抗戦した。ゼネストは不徹底であったものの、軍と治安機関の体制はクーデター派を支持せず、結果としてクーデターを失敗に終わらせた。この事件によりゴルバチョフの求心力が大きく失われ、代わってエリツィンの影響力が増大する。同年11月6日、エリツィンはソ連共産党系のロシア共産党が活動することを禁止した。12月8日、 エリツィンは、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケービッチ最高会議議長と秘密会談を行い、ロシア・ウクライナ・ベラルーシのソ連からの離脱と、独立国家共同体の樹立を宣言することで合意した、ベロベーシ合意。ソ連崩壊は避けられなくなり、12月25日にゴルバチョフはソ連大統領を辞任。ソビエト連邦はその歴史に幕を下ろした。 ロシア共和国大統領、任期5年だったエリツィンは、ソ連崩壊後も引き続いて、ロシア連邦大統領として、ロシアを主導した。ソ連の事実上の後継国家であるロシアでは、アメリカとの関係改善が進み、連邦崩壊後も、ソ連時代のすべての核兵器を、ロシア共和国が所有することを、ウクライナやベラルーシに認めさせたのは、アメリカの助言によるところが大きい。 1993年には第二次戦略兵器削減条約に調印。エリツィンは、エゴール・ガイダルとアナトリー・チュバイスに、経済政策のイニシアティブを取らせ、国際通貨基金等の国際機関の助言に従い、ショック療法と呼ばれる急進的な資本主義導入を、図った。しかしこの急激な市場経済への移行は経済に、混乱をもたらすことになる。 市場経済界の一環として行われた価格自由化と国際乱発は1992年に前年比2510%ものハイパーインフレ引き起こし民衆の貯蓄、資産に打撃を与えた。また1992年の国内総生産は前年比マイナス14.5%となってしまった。背景は次のようなものであった。まず、 同年2月にゴールドマンサックスが経済顧問に指名された。また、チュバースガの銀行家を民営化顧問に迎えた。エリツィンは6月にガイダルを首相代行に指名し、経済改革を推進しようとしたが、このような経済政策の失敗から人民大議員大会から信任を得られなかった。そのため、エリツィンはガイダルを解任し、代わりに、 ガスプロム社長のビクトル・チェルノムイル人を首相に指名した。12月、チェルノムイル人は議会の信任を得、首相に就任した。一方、10月からバウチャー方式による民営化も行われていたが、これをうまく利用して国有資産だった企業を手に入れ、莫大な富を築き上げるものも出現した。彼らはロシアの新興財閥として政治的にも 大きな影響力を及ぼしていくことになる。また、その過程で発生したアレクサンドル・ルツコイ、副大統領、ルスラン・ハズブラートフ最高会議議長ら議会との対立は1993年9月の議会による大統領会議劇に発展。これを見たエリツィンは最高会議と人民大議員大会を強制解体し、両者の対立は頂点に達した。翌10月には、 反大統領派が立てこもる最高会議ビルを戦車で砲撃し、議会側は降伏した10月政変。その後12月には大統領に強大な権限を与え、連邦会議と国家会議からなる両院正議会、ロシア連邦議会にすることを定めた新しいロシア連邦憲法が制定された。西側の主要国はエリツィンを支持した。しかし、ロシア国内ではその経済政策で貧困に、 追いやられた多くの民衆の反感を買い、同年12月の1993年ロシア、連邦議会選挙で、大衆迎合主義的なウラジール・ジリノフスキー率いる、極右のロシア自由民主党が第一党となって、ロシアの民主主義がほころびを見せ始めた。その後、1994年にデノミを行うなど、経済の混乱が続き、またチェチェン侵攻が失敗した結果、 エリツインの支持率は低下した。さらに、エリツイン自身、持病の心臓病の手術による過労が、たたり、政権に不安定さが目立つようになる。1995年の下院選挙では、極右のロシア自由民主党に代わって、極左のロシア連邦共産党が第一党となり、 エリツィンの経済政策で貧困にあやぐ民衆の支持で、ソ連崩壊で過去のものとなったはずの共産主が復権しつつあった。さらに1996年の大統領選挙では、そのロシア連邦共産党のゲンナジー、ジュガーノフ議長に肉迫され、大苦戦する。劣勢を逆転させた一年で、アメリカから選挙キャンペーンのプロを呼び、また、 テレビカメラの前で若者に混じりダンスを披露した。そしてジュガーノフ当選による共産主義への回帰を恐れたボリス・ベレゾフスキー、ウラジーミル・グシンスキーなど新興財閥から巨額の選挙資金を捻出させ、新興財閥支配下のメディアにエリツィン主事のキャンペーンを貼らせるなどしてなりふり構わぬ選挙戦を展開した。第1回投票の得票数で僅差だった。 ジュガーノフとの決戦投票の前には、第一回投票で3位につけたアレクサンドル・レベジ、退役大将を安全保障会議初期に任命して取り込み、決戦投票でエリツィンは53.8%を獲得し、結果的に再選を果たした。しかし、大統領選において、新興財閥の力に大きく頼ったために、第二次、エリツィン政権では、新興財閥の影響力が増した。 また、大統領選前の1995年に、株式担保型民営化が行われていたことで、新興財閥は結果として、石油産業ほか多くの国営企業を手に入れ、国有資産を私物化するようになっていた。彼ら新興財閥は、オリガルヒと呼ばれ、次女のタチアナディアチェンコライリツの親族と共に、セミアーと呼ばれる、側近集団を形成するようになる。このような、 セミヤーとの癒着により、エルチン政権は政治腐敗が蔓延していった。1998年5月、経済復興を実現するには力不足だとして、チェルノムイル人首相を解任した。同首相は5年間にわたる長期首相だったが、一説によると、病身の大統領に代わり、副大統領前として振っていたこと、あるいは経済界との腐れ縁を大統領が嫌っての、 解任とも言われる。後任には35歳のセルゲイ・キリエンコ大一、副首相権燃料エネルギー省が就任したが、8月17日にロシア財政危機が発生。短期国債の取引を停止し、事実上の債務超過に陥った。就任直後の出来事だったが、責任を取らされ、解任された。 キリエンコに代わって首相に任命されたのは、情報機関 KGB 出身のエフゲニー・プリマコフであった。プリマコフは、ゴルバチョフ時代にソ連共産党政治局員候補で、ソ連崩壊後のロシアで、初代対外情報庁長官や外相を歴任した実力者であった。プリマコフ首相は、大統領よりも議会重視のスタンスを打ち出し、キリエンコ内閣で産業貿易大臣だった。 共産党のユリマスリュコフを副首相に大抜擢したことで第一党の共産党を名実ともに与党にさせ議会の指示に依拠する珍しい内閣であった。プリマコフは最後のゴスプラン議長としてソ連時代に計画経済の司令塔でもあったマスリュコフと共に統制経済的な手法で金融危機を沈静化させた。また外交政策でもプリマコフ首相は 外省時代からアンドレイ・コズイレフ時代の NATO に融和的な路線を修正しており、コソボ紛争の際には、プリマコフ首相時を一にして、エリツイン大統領は、略者であると NATO を批判するようになった。さらに、エリツイン大統領周辺の、セミアー・オリガルヒと呼ばれる側近グループの排除に乗り出し、共産党員で、検事総長のに命じて、汚職的発を開始した。これによって、 プリマコフ首相の支持率は上昇したが、一方これに危機感を抱いた大統領によって1999年5月に解任された。さらに、公認のセルゲイ・スティパーシン首相もわずか3ヶ月で解職し、1999年8月にプリマコフと同じ KGB 出身で対外情報庁と並ぶ、情報機関ロシア連邦保安庁の長官で、 スクラトフ検事総長を女性、スキャダルで解任に追い込んだウラジーミル・プーチンに首相を交代した。このように首相を短期間で次々にすげ替え、自らの権力を維持するためになりふり構わぬようにも見える行動を繰り返し、相変わらず政敵の共産党が議会第一党であり続けるなど政権はレームダックの様相を停止始めた。1九9九年十二月十一日、 正午にテレビ演説を行い電撃辞任を表明後継の大統領として自身が最後に首相として任命したプーチンを指名した辞任演説では国民の期待に応えられなかったことの許しを乞いたいと述べ新しい時代のロシアには新しい指導者が求められていると語ったなおこの辞任表明はロシア史上において初の 最高権力者の存命中の自発的、平和的な政権前上であったという点でも話題となった。その後表舞台からは姿を消し、悠々自適の年金生活を送ったという。プーチン政権については、2004年のベスラン、学校選挙事件発生後に知事を大統領による任命制に改めたことに対しては批判おる一方、2006年2月に、 プーチンはロシアにとって正しい選択だったと称賛している。同年6月3日、パリで開催されていた全仏オープン7日目を塞いで感染し、マリアシャラポワから帽子にサインしてもらう姿が撮られている。これが最後の公の姿となった。2007年4月23日、長年の心臓疾患による多臓器不全一部報道では、 心血感不全症ともによりモスクワの病院で死去。76歳だった。4月25日に救世主ハリストス大聖堂にて国葬が行われ、プーチンはこの日を国民服務の日とすることを宣言した。葬儀には、プーチン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ビル・クリントンらが参列した。なお、日本からは、要人が派遣できなかった。葬儀後、遺体は、 ノボデビチ修道院の墓地に埋葬された。議員時代に泥酔し足を滑らせて川に転落。危うく命を落としかけるところを通りがかった警官に保護されて一命を取り留めるという陳事件に遭遇している。後にこれがエリツィン議員殺人未遂事件として騒ぎになった。本人も後年解雇録で非常に恥じらいながら改装している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。